こんにちは、カイログです。今日はですね、銀行員の仕事の中身シリーズというところで融資係というものについて深くね解説していきたいと思います。僕はですね、銀行に入行してすぐこの融資係というところに配属されました。ただ僕が勤務してた支店は結構小さかったので、取り扱いが多かったかって言われるとまあそうではないんですよね。なので経験が豊富かって言われるとまあぶっちゃけそうとは言えない部分もあるので、今日お話しする内容の中でも説明が不足することがあると思います。なので現職の方などで補足できることがあればぜひコメント欄で教えていただけると大変助かります。カイログの動画、はい、というわけで今日ご紹介する融資係というものについてなんですが、融資係はですね、大きく分けると法人と個人に分類されます。で、今日お話しするのはこちらの法人融資と言われるものについてなんですけれども、そもそも融資っていう言葉って何みたいなねところもあると思うんですけれども、これはね、まあ、誰かにお金を貸すという意味で捉えてもらえればまあ大丈夫かなと思います。いわゆるローンと言われる言葉と意味的にはほぼほぼ同じです。そしてこの法人融資という係なんですけれども、銀行によっては障害係と言われる、まあ、外回りねしながらあのお客さんから案件取ってくるっていう係と、この、ね、係が分かれてなくて、障害係と法人融資の係っていうのが、まあ、一緒になっててね、どっちもやるよっていう銀行もあるみたいです。ただ僕が勤めてた銀行ではこの法人融資という係と障害係という係は別々でね分かれていて、それぞれね独立していたので、今回はねこの法人融資という係が独立しているという前提でお話をしたいと思います。で、僕の独自調査なんですけど、その法人融資と障害係が一緒になってる、もしくは分かれてるっていう銀行、これね、大体半々でした。まあ皆さんがね、今後お勤めになる銀行、勤めてらっしゃる銀行というのは、まあそのどちらかに該当するかと思います。はい、そしてですね、この法人融資というものは、銀行が全体としてね、お客さんにお金を貸してる総額のですね、大体8割ぐらいを占めてまして、まあ残りの2割ぐらいが個人ローンと言われるものになります。これもまあ銀行によって比率は違うと思うんですけれども、まあどこも大体法人融資の方がやっぱり金額が大きいので、まあこのぐらいの割合になるんじゃないかなと思います。まあ法人融資のね概要をざっくりと説明したところで、じゃあ法人融資という仕事は具体的にどんなことをしているのかという部分についてお話をしていこうと思います。はい、というわけでこの法人融資という係、銀行の視点の中でまあほぼ唯一ですかね、いわゆる営業活動というものを行わない係になります。あの銀行員のね職種については他の動画でも紹介しているので、詳しくはねそちらを見ていただきたいんですけれども、お客さんから数字を取ってくるっていう仕事はまあメインではないことが多いです。まあこれもちょっと銀行によってまちまちだとは思うんですけれども、どちらかというと支店の中でねパソコンカタカタする時間の方が長い係になると思います。なのでどちらかというと障害係に何かアドバイスをしたりサポートをしたりっていう管理部門的なね側面が結構強いと思います。でそんな法人融資、仕事の中身をですねめちゃくちゃざっくりと大きく分けますと、稟議書の作成と格付けの作成、これを行っております。他にもいろいろあるんですけども、まあメインとなるのはこの2つじゃないでしょうか。でまずね、稟議書の作成というところについてなんですけれども、これはですね障害係が取ってきた案件を実際に検討して、まあ、校内に申請をするという業務です。こういう稟議というのはですね、銀行以外の企業でも物品の購入とか外部サービスの利用したいときに社内でね稟議書を申請するフローっていうのはあると思うんですけれども、その稟議書を作成する専門の担当になります。これね、銀行に勤めてない人だと、そんな専門の担当いるのと思うかもしれないんですが、銀行の稟議書って他のね会社の稟議書とボリュームがもう全然違うんですよね。これね、僕が今の会社に転職してもとても思います。じゃあ具体的に稟議書の作成ってどんなことをするのかと言いますと、まあ銀行はですね企業に社内のお金をまあ商品としてね融資するわけなんですけれども、銀行の中でね、いやここの企業貸せるどうするっていう風な会議をですねこうつどつど行うわけにはいかないんですね。なのでそういう会議を省くためにこの稟議書の作成というものを行うんですが、この稟議書の中には、まあ、大きく分けると5つぐらいいろいろ書き込みます。まず1つ目が融資を実行する目的、2つ目がその融資を実行する理由ですとか背景ですね。そして、その融資は今回どういった契約内容で行われるのかというところ、あとはその融資によってどのくらいの金利の収益を得られるのかという試算、そして逆に融資をすることによって銀行が負うリスク、この5つをですね、まあ、主に稟議書の中に記載をするわけなんですけれども、これをとにかく細かくそして具体的に記載してエビデンスのね資料とかもいっぱい添付して、ようやく1個のね稟議書というものが作成
成されます。でなんでねそんなに具体的にかつ詳細にいろんな資料もつけるのかというと、銀行ってね転勤がとても多いんですね。長くても一つの支店に5年ぐらいしか勤務することができないので、じゃあ自分が移動した時にまた別の担当がね自分が持つお客さんを引き継ぐわけですよ。でそういう時にこのお客さんに対して過去にどんな融資を行ったのかっていうのは、その稟議書を見ただけで融資の内容とか背景とかっていうのを全てね把握できるようにしておかないといけないというのがあるためです。第三者である、上司とか支店長が見た時にもちゃんと内容が理解できるようなものでないといけないという、結構ねいろんなものを言語化しなければならないんですよ。なので銀行によってはその稟議書の中の言い回しとかそういうのも結構細かく決められたりします。でこの稟議書っていうのもいろいろとですね結構大変でして、その融資をすることで得られる、そのお客さんのね売上とか、利益の見込みとかそういう直接的な効果をですね具体的に数字を使って定量的に、記載しなければならなかったりとか、その漠然と経営状態良好のため全額回収できる想定みたいな、そういうね経営状態良好ってどういうことみたいな、そういう定性的な部分もなるべく数字に落とし込んで、何件のうち何パーセントみたいな数字を使って表現をすることが求められたりもします。またですね銀行はどちらかというと企業の売上とかよりも財務的なね安全性を重視して融資をするっていうことがね多い気がしてるんですよ僕は。なのでじゃあそのお客さんの財務状態ってどんな感じになってるのっていうのを示せるような資料もね持ってくるように障害にお願いして、障害がねその資料を持って帰ってきてくれて、ようやくね稟議書にその資料を添付することができるという、結構ね長いフローになっちゃったりもするので、ものによっては作成に2日かかるものとかもあります。そんな感じで障害が持ってきた案件っていうのを起案して、融資の妥当性ね、金額はこのぐらい妥当だねとか、財務状態こんなんだから金利ちょっとこのぐらいに設定したいですみたいなことをね稟議書に書いたりして、なるべく銀行にもお客さんにもいい状態で融資をね実行する、そしてその融資を実行する許可を上司にもらうためにいろいろと資料に落とし込むっていうことを行います。なのでね後々誰かからつっつかれてね上げ足取られたりとか、万が一ね支払いのリスケジュールとか資金が返せませんっていうデフォルト状態になったとしても、これ稟議書いた時点に気づけたくねって言われないようにとにかく細かく具体的に記載をするという、本当にね他の業界にはないぐらいこの稟議書の作成というのに時間をかけて融資の妥当性というのを判断するという、そういうお仕事になります。はい、そして法人融資の大きな仕事2つ目、格付けというものについてです。芸能人格付けチェックっていうねテレビ番組があったりするので、皆さん格付けという言葉の意味はね大体分かってるんじゃないかなという感じがするんですが、この格付けというのは銀行が融資を判断する際に使う、基準みたいなものです。銀行がですね企業に融資をするかしないかですとか、融資をするとしたらどういう条件で融資を行うのか、金利とか返済期間とかそういうのも含めてね、そういう取引の方針っていうのは基本的にこの格付けというものを参考に決められます。でこの格付けというものはですね金融庁が指定した債務者区分というもとに銀行が作成するんですけども、格付けのランクとしては11段階存在します。数字が若ければ若いほど経営面や財務面が良好で、数字が大きくなれば大きくなるほど経営や財務の面であまり良くないので金利も高くなるし融資も積極的に行わないと、そういう風な感じになってます。でこの格付けはねもうちょっと細かいこと言うと7と8のラインでね結構大きく分かれます。1から7までが、ほぼリスクなしで銀行が融資をできるよねっていう判断基準で、8から下になってくるともう銀行基本的にお金貸しませんみたいな、この融資対象外ですよ、そういうところになってくるんで、そういうお客さんを持った時にいや要管理先だけどどうやってお金貸そうみたいな、そういうことをね障害担当者は頭をぐるぐる回しながら、融資の担当者も頭をぐるぐる回しながらね、いろいろ話し合ったりするんですけど、この7と8のラインで結構その世界が分かれますというのがあるんですが、この格付けの話でよく一緒にされるのが、半沢直樹だったかなドラマの話で、銀行は晴れた日に傘を貸して雨の日に取り上げるというふうな、名言なのか何なのか分かんないけどね、あるじゃないですか。でこの話ってさ結構こう銀行側が言われるわけじゃん、お前らひどいなみたいな、ありえんだろ困ってる人に金貸してやるよみたいな感じで言われるんですけど、これね銀行サイドからしたらいやそりゃそうじゃんってなるんですよ。皆さんも一度考えてみてください。自分が誰かにお金を貸すとしたら
返してくれる見込みのない人にお金を貸そうと思いますかと。どっちかっていうと、あ、信用できるなと、こいつはちゃんとしてるやつだからお金貸しても返してくれるだろうという人にお金貸すじゃないですか。どっちがお金に困ってるかっていうのはそこまで判断基準に多分ならないと思うんですよ。なので基本的には銀行この回収先行のねスタンスを取って、なるべく安全なところにお金を貸して、危ないところにはまあお金を貸せるとしてもちょっと金利高めに設定して融資するっていう、まあそういう仕組みなんですね。なのでまあ耳の痛い話ですけど、困ってんだから返さんかもしれんけどお金貸してあげなよみたいなね、どこから言われるのは、まあ言うのは簡単ですけど、一企業としてはねそんな困ってるからってバン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 貸せないわけですよ。だからそういうのをね、融資の妥当性っていうのを判断するためにこういう格付けというものを設けてね、それに沿って融資を行うっていうことをやってます。でちなみにこの格付けの作成なんですけれども、じゃあ実際に視点の中で、じゃあ今日はこの A という企業の格付けについて議論しましょうっていう、そういうなんか視点の中で会議を設けてやるということはなくてですね、その直近3年分ぐらいの決算書っていうのをなんかその銀行の融資システムみたいなところに数字パチパチパチって打ち込むと、あのピロンって自動的に、あの今年の格付けは3格ですとか、8格には落ちましたみたいな、そんな感じでね出るんですよ。でこの格付けの更新タイミングっていうのは企業の決算が終わった後ちょっと経ってからだったような気がしてるんですけども、まあそういうタイミングで今年の格付けはどうだみたいな感じでね、さっきのパソコンのシステムに打ち込むと、そういう作業です。ちなみにですね、この作業は格付けが悪ければ悪いところほど結構大変になるんですよ。まあ経営状態とか財務状態がいいところっていうのはまあ特に書くことないんですね。今年も良好ですみたいな、そんな感じで終わるんですけど、悪いところっていうのはやっぱその銀行もこのさっき言った8格以下だったかな、それかもう少し下のランクの企業だったかは分かんないですけど、その辺のね企業の数に応じて貸し倒れ引当金っていうものを銀行がねそもそも積まなきゃいけないんですよ。貸したお金が返ってこなくなった時のための準備金ですね。まあそういうのがあったりするんで、格付けが悪いのはね悪いなりの理由をしっかりとつけなければならないというのがあるので、なので僕も結構大変でした。とまあこの稟議書の作成と格付けというのが、まあ、法人融資のねメインの業務なんですけれども、じゃあこの法人融資という係どんな人が向いてるのかというねお話をしたいと思います。これね僕の中では明確にあって、まあ、要領のいい人ですね。あの学校とかでもいるじゃないですか、テスト勉強してないけどなんだテストで80点90点取るやつみたいな、そういうタイプの人がね結構この法人融資向いてるんですよ。僕の同期でもそういうタイプはね法人融資で結構ブイブイ言わせました。やっぱそういう人ってね、その融資の妥当性とか企業の事業性評価みたいな定性的なところを言語化して落とし込むっていうのがねやっぱ上手い気がするんですよね。そのロジカルに物事考えられて思考の取捨選択ができるというか、そういう人っていうのはこの法人融資ね結構向いてると思います。あとはやっぱりとにかく知識がいるんですよこの業務。なのであの銀行ってねいろんな資格を取らされると思うんですけども、その資格の勉強とかにももうとにかく忍耐強く勤しめる人とか、あとはねこういう企業の分析とか好きな人ですね。あの僕がお世話になった支店長さんとかこのタイプだったんですけど、とにかくもう分析するのが好きで知識溜め込むのも好きだからもう銀行員転職だぜって言ってたね支店長さんだったんですが、まあそういう探求心が強い人っていうのもこの法人融資にはとても向いてると思います。が基本的にはねかなり知識が重要な係になるので、あ勉強できる人っていうのが、ね、適切な表現か分かんないですけど、どちらかというと向いてると思います。そして働き方の面でいくと、僕の勤めてた銀行ではこの法人融資という係はですね残業がズバ抜けて多い部署でした。そのさっき言ったね稟議書とか格付けの作成ってここまでに絶対に作んないといけないみたいな期限がですねつけられてること結構多いです。しかもその期限ってねあの絶対に守らなきゃいけないんで、ちょっと1日遅れちゃいますとかっていうのをお客さんに連絡すればまあいいよみたいな感じで遅らせてもらえるとかってねそういうもんじゃないので、この格付けとかね稟議っていうのが大量にある月っていうのはもう本当にね残業しまくってました。ただですねこの法人融資の部分ができるとその障害係になって外に出た時に結構強いんですよ。やっぱり案件取った後のフローっていうのも分かるし、これちょっと融資に聞かんと分からんなって普通の障害だったら思うことも、あこれってこうだなみたいなその場で分かったりもするので、お客さんからもらった質問もその場で即答できたりとか、なんて言うんだろうな、営業する上で知識が豊富にあるっていうのはやっぱねどの業界でも強いと思います。まあイメージエンジニアが営業やってるみたいなそんな感じなので、もしねジョブローテーションとかで銀行のね融通が効くんだったら
個人的には法人融資やってから障害係に出た方が、まあ、やりやすいんじゃないかなとは思います。僕自身もね、銀行に入ってすぐ障害やるか融資やるかみたいな支店長に聞かれた時に、最初ちょっと法人融資やらせてくださいみたいな感じで、はい、言って、その時の支店長はね、そこは分かった、じゃあお前がそうやったらそうやったらみたいな感じでね、融通聞かせてくれたんで、ただまあ僕は障害係を経験する前に銀行を辞めちゃったんですけどね。はい、というわけでこの動画参考になったよという方は、ぜひチャンネル登録と高評価もしくはコメントよろしくお願いします。快楽ですね、このチャンネルの他に、はい、デスク周りとかガジェット系のチャンネルもやっておりますので、こういうの好きな方ぜひチェックしてみてください。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。快楽でした。バイバイ。